さて、マシン系が出てきたぞ。どうやら素早さで来んのか。マシン系はね、前使ってたのでね。ステルスアタック。でもステルスアタック、どうなんだろう。あ、キャデドス。ジバルンバ。またここは？いいか。始まりの守護者はどうせついてると思うんだよね。メカ抜き言っとけばよかったかな。まあ、ジバルンバだったらね、次のターン発動なのでね。もう捨て身、どこに行く？あ、ここか、ここだったらいいや。まあ、どこがね、身代わり要因か分かりませんからね、相手からしたらね。同じとこに来るかな。おお。即死効果だったりして。まあ、大丈夫か。全員捨て身パーティーじゃん、これ。おお、どうだ？一番右に来られるとちょっとまずいかな。やるね。はい。戻ったね、なんかね。捨て身やってくんのか。面倒だな。だったら、あいつを隠すか。エビルワンドを隠せばいいかな。ステルスアタックやんなよ。ガッキンだから。で、もう一回ステルスアタックみたいな感じになればいいけど、テンションか。まあいいや、ジバルンバ。ああ、ちょうどいいわ。ジバルンバ。テンション。光の波紋。いいね。ってことは、ジバルンバを撃ったから、こんなのも効かない。意味ない。アストロンはね、一回の戦闘中に一回しか使えないんでね。まあ、全員動いてからアストロンって感じですね。なので、どうしようかな。まあ、このままでいいか。まあ、ジバルンバが次のターン発動するので、始まりの守護者も全部消えてるってことですよね。お兄ちゃん、妹ちゃん、お母さん、お父さん。まあ、落ちるね。これは完全にね。身代わり意味なかったのじゃ。マフラデロス。ステルスアタック。まあ、こんなんでいいか。おい、勘弁しろよ。そこで発動するなよ。その変なね、特性死神のゲーム。この8体中一番弱ってるモンスターをね、無条件で落としてしまうっていうね。はい。このジバルンバ。でもどうだろう。どうせやられるんだったら、根に持つタイプで固めてやられてほしかったんだけど。はい。あとは誰だ？さあ、来い。まあ、耐えられる HP はあるんでね、こっちもね。ただ動いてないので、まあ、せめてね、動いてから何かやってほしいですよね。ここね、最後の楽園じゃないんだな。根に持つタイプついてんでね、今回は。さあ、これで、キラマジンが動いてたか？動いてないよね。あ、落ちたか。4、5、あ、落ちちゃった。でも根に持つタイプ。一番ね、そこステルスアタック残ってるからね。さあ、どうだ。次は？アストロンラウンドゼロね。やるね。ならば、どうしようかな。フライにしようか。もうこんなんしょうがないもんね。ずっと続けてもね。ラウンドゼロとアストロン使ってきたね。なので、どっちとも一回しか使えないので、これでもう一番右は動けないので、あと捨て身でできますね。完全にね。なので、HP を残しておかなくちゃいけないので。じゃあ、ここ、冥界だね。で、ここが、アイアンゲーザー。ここ邪魔だな。アイアンゲーザーテンション。行こう。光の玉。減少したけど、あんまり意味がない。で、捨て身で来るから、まあ、2体か来るのは。2、3、4、5。そこ倒してもいいよ、別に。根に持つタイプついてるから。捨て身めんど。星振りのサンバ。どこに行く？もうよりによってそこに行くなよ、それだったら。まあ、固まるけどね。はい。もうあとアタッカーで来るんでしょうね。はい、ここからですね。反撃開始。まあ、全部根に持つタイプついてるかもしれないですけどね。まあ、とりあえず早く冥界打ってくれって話なんですけどね。で、落ちる可能性あるので、これ以上冥界打つと危険なので、最後の楽園が発動しなくなっちゃうので、アイアンゲーツを。テンションからの呪文でいくと思うんだけど、どうだ？これで HP はそんな高くないので落ちねえか。根に持つタイプ。そこか。そこと、あとどこ？
お、いいね。いいね。いいね。最後の楽園誤爆。よし。裏だ、裏、裏。いったたた、ベルちゃん。さて。これはちょっと身があっとこうかな。冥界があってちょっとね、嫌なので。身代わりでしょ。で、回復ができないので、冥界って言っても、ゼロの衝撃でもいいか。このターンは捨てですね。合体してくるよね。霧を打ってくるかもしれない。もしかしたら冥界が邪魔なんで。まあ、まあいいんですよ。それはそれでね。このターンにとりあえず、アルダララが落ちたら嫌なので、貫通してきたらね、ちょっとまずいんだけどね。光の玉。超威鉄カード。ゼロの衝撃。なるほど。ベルムドは超威鉄カードが発動するのね。でもどうなんだろう、身代わりが。どうなっちゃうんだろう、お裾分けなので。スカラ。スカラからアイアンゲザか。光の刃文。うん。おたけび。身代わり。わあ、結構ね、いろんなの聞かないですよ、この、プチとは。あ、リザを使ってこなかったね。使ってこないか。だったら、だったらザオリクの方がいいんじゃないか？身代わりでしょ？まだ固まってんのか。固まってるんだったら、どうしよう。まあ、いいか、これで。まあ、じわじわと言ってもいいですけどね。とりあえず生き返らせて、まあ、その間に動けるようになればよし、ね、光の波紋使って、アルダララを動けるようにしても、生き返りはしないんでね。なので、それだったらザオリ行くのが得策ですよね。その後にまた動けますからね。まあ、この後切り打ってくれれば一番いいんだけど。ベホイマ。ただね、切り打つと、アルダララが落ちたときに、あ、これどうなんだろう。まあ、落ちるわね、そこはね。あ、落ちないか。案外硬いね、やっぱりね。2000オーバーなんで、電子微力はね。リザオラル。あ、やっぱ来るね。これは切りだ、完全に。切りなので、ここが、身代わり。身代わりの、冥界の霧の、テンション。これでいこう。まあ、霧ちょっと捨てよう。そうだったら合体してもいいんだけどね。とりあえず撃ってしまったら合体しようか。超威鉄カード。まあ、これはいいや。しょうがないから。邪魔な運はこれで落としてしまわないといけないね。まあ、捨て身がちょっとね、面倒だったですよね。はい。配信完全ガード。あ、行く。8、9、10、11、12、13、14、15、15回。いいね。600いってますね。ハイテンションからのドルマドン。ボン。硬いなぁ。バイメリット。ちょこちょこ行くしかないか。アルダララがもう動けないので。はい、これでね、荷物タイプでしょ。とりあえず、アルダララを合体しようか。あ、いや、合体したらダメだ。わざと最後の楽園発動させるって手もあるので、その年ね、これで動けるようなので、このちょくちょくのね、冥界がね、やはりね、大きかったりする。あ、もうちょっとじゃん。だったら冥界打っとこう。冥界、身代わりがいないので、あ、冥界打たない。打たない。冥界打たない。リザオラでもかかってるな。いや、打っとこう。打って倒しちゃえばいいんだ。テンション。で、ここが何もできないのか。できないんだったら、あ、ここ身代わりでもいいか。ダメだ、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 ダメだ。身代わったら落ちる。お、危ね。イッタブルになるのかな？イッタブルになるんだったら、ここ落としちゃダメなのか逆に。じゃあ防御だね。
防御。これどうなんだろう。冥界。ちょっと読めないな。合体すると思うけど、どうなんだろう。イタブルになると思うんですよね。まあ、なったとって、呪文は効くので。ちょっと読めないな、これはさすがに。凍結カード。お、闘争本能。太陽の鏡。応援。さあ、さあ、どうだ、防御。まあ、下がるけど、しょうがないよね。落ちたくないからね。とりあえずはね。一応、冥界切れてんのか。だったら、リザウラルかかってるからね。あ、なんだ、切れてるんじゃん。あ、だったら、リザウラルかかってるけど、あ、いいんじゃないこれ。はあ。もう危ね。コンマ行こうか、じゃん。ってことは、最後の楽園無理に引っ張り出す必要ないかな。ね、合体しちゃえばいいかな。まあ、そこまでやる必要ないけどね。あ、どうなんだろう。あれだったらば、ここで冥界の切り打っちゃえばいいんだよ。冥界の切り、身代わり、あと呪文連打でいけると思うけど、どうだろう。だって、相手のパワー、あれだけですよね。応援。で、超凍結波動は、グースターンだったよね。来るよね。まあこれは意味ないので、まあね、増えた分減るだけなので。でも闘争本能で増えてくるんでね。この身代わりがどこまで耐えられるか。まあ耐えられても、耐えなかったとしても固めるので、この冥界の切りでね、リザオラルが消えるので、この、ね、ディアノウエースがね、どこまでしのいでくれるかっていう話ですよね。どちらにしろこっちの勝ちだと思うんだけど。あー、地味だな。でもこの20ぐらいが大きいからね、結構ね。神の裁き。さあ、どうだ。はい、勝ちました。おー。あー、捨て身メンバー一時はヒヤッとしましたね。はい、ね、ちょっとね、具合悪いメンバー出てきましたね。あー、回復。素早さアタッカーで、スピサロが身代わり。ホロゴースとか関節も全部揃ってるんだ、これ。ステルスアタック。合体するかな?とりあえずここは必要味があるでしょ?何バータ効くかな、これ。キャドマータとかやってみようか。ちょっとわかんないけど。多分デスピサルに行くと思うんだけど。ってことは冥界の切りいるんだよ。お、そのまま。ゼロ種を使ってくるかな?使わなかったらちょっと儲けなんですけどね。怖いな。賭けだね。ほら、来たんだよ。ゼロ勝だったらこっち冥界や。まあいいや。しょうがない。まあ、分かっててやったんだからね。しょうがない、これはね。ってことは、相手何してくるか大体読める。まあ、ここは身代わりだね。身代わり亡者なんだ、ここは。なので、リザを使ってくるから、リザをと一番右のね、ゼロ勝使ってきた。こっちもゼロ勝使えばよかったじゃん。そしたら。白い霧。ゼロ章使ってくるんだ。じゃあ、こっちももう一回ゼロ章使おうみたいな感じでね。やってると、あ、どうなんだろう。でも、貫通しますからね。まあ、しかももう見事に、始まりの守護者ついてるし。まあいいや、しょうがない。ハードマータって効かなかったっけこれ。シャドウ系効かないっけデスピタロって。まあ、始まりの守護者が効いてんのかな。なので、まあ、白い霧だったらしょうがないか、これ。あ、ステルスアタックか。ならば、身代わり。あ、そっか、白い霧か。あ、何やってんだ、身代わりできなくしてるじゃん。意味ないね、そうだね。おお、やってくれるぜ。サバトローム。あ、いいよいいよ。いいよ。連携で落とされたらちょっとまずいけどね。まあ、これはしょうがない。あと2体。
もう見事に敵の作戦にはまった。しょうがないけど、ザオラル。ああまあね、いないよりはいいのでね。ザオラルからの、何をする？ラドマート。やっぱ効くよね。ピサロが効かないんだ、ヒャドがね。そうだね、これ覚えとこう。白い霧。まあ、これはいいよ。この白い霧ってゼロ章の対象になるのかな？白い霧を消したいなーっていうね、感じなので。まあ、いいか、やってみようか。素早さ的にどうなんだ？相手の方が早いよね、進化の飛行。また来た。必殺技、何もさせてくれないっていうね。はい。まずね、表はボロ負けですけど、裏でね、どうにか挽回するしかないですね。裏で挽回しないことにはどうにもならないので、ならば、ゼロ章と、冥界使ってもなんかやられそうなので、白い霧使ってくるよね。白い霧使ってくるけど、身代わりをさせないための白い霧なので、じゃあここは、ここもゼロ章にしとこうかな。ここゼロ章で、ここゼロ章で、ここが、テンションでいいや。お、なんだ？ホルゴストか。まあね、合体してね、強くなるといえどチャンスですからね、これね。なので、ここ、違う、防御じゃない。テンション、ゼロ章、身代わり、テンション。これでアタッカー2体いるので、まあどうなるかなって話ですけど、お、応援もいいね。押すわけ。はい。ゼロの衝撃。まあ、霧なんか使わないですけどね。こちらもゼロの衝撃。でね、霧使ってないので、あちらがね、霧使ってきた時点でね、まずね、白い霧、使ってきた時点で落とせるので、ね、ゼロ章。やっぱこういう戦法で来るか。ミスってなんだよ。え、何？ゼロ章ミスってことあんの？これ。何卑怯じゃんそれ。なんだそれ。ゼロ章ミスって。え、何それゼロ章ミスって。ずるいじゃん。まあいいや。まあ使えないんだったらそれでいいや。でもこれゼロの衝撃当てれば白い霧使えないってことですもんね。なんで身代わんないで。じゃあもう倒しちゃおう。初めて見たあんなのゼロ章ミスって。もしかしてホロゴーストって合体したらゼロ章効かないのかな。もういいね。効かないけど、白い霧は防げるからね。ホロゴーストってどういうあれ体なんだろう。ちょっとね、気になるね、これね。ザバトローム。おぉ。あ、最後だけ裏生き返りますけどね。まあ、とりあえず、アルダララはちょっと惜しいですけど、まあ、これはね、もう、完全に落ちたので、まあ、どうにかこの3体でね、行くしかないのでね。ってことは、新調レティスを落とせば、冥界の霧が使えるってことですよね。もう、最後の剣が発動することないので、おぉ、見事に相手の術中にはまってますね。まあ、なんですけど、ここから、あ、ザバトローム。これ全体なんでね。まあ、どうなんだろう。風系は効かないですよね。で、ディアノーグエースが、まあ、ちょっとまた面白いことやってくれるんでね。会心完全ガードとかついてんのか。さあ、どうだ。強いなぁ。HP 高いんだよなぁ、レティスが。ならば、身代わろうか。身代わりの、ゼロ章のリオグランデで行こう。ん？裏出したの？レティス邪魔だな。まあ、いや、リオグランデ、リオグランデ、ドルマドンでもいいや。ドルマドン、回復されるとちょっとまずいから、ゼロの衝撃、身代わりでいいかな。絶対切り消し使ってくんだよね。あ、目くらまし。かばう。まあ、かばってもいいや。ゼロ章。
で、ここまでゼロ章を見せたら、もう切り系は使ってこないでしょうからね。あ、あそこはゼロ章で来るんだ、みたいな感じでね。思ってくれればちょっと嬉しい。なんで、これ逆に白い霧とか使えば身代わり使えないですからね、こっちからもね。ただもう覚えてないっていう話なんで。お、ジバルンボ来た。さあ、どうなる？ここを、いくらか落としてしまえば、ああ、今度地面系で来るのか。まあ、飛行してるのは効かないからね。星降らない。おー、ここゼロ章使ってこないのかも。なるほどね。な、冥界の霧使えるってことだよね。はい、ドルマドン。まあ、落としてしまえばいいのかな。まあ、かばってるからね、身代わりでね。落ちたら落ちたでいいですけど。まあ、全部固まるので、とりあえずはね。はい、これで根に持つタイプだと思うんですけど。まあ、とりあえず1体でしょ。相手はね、あまり落ちてないというよりね、ある程度ダメージ食らわしてるので、さて、ここからでね、だいたい同じぐらいなんだよ。ってことは、ここで冥界の霧、ゼロ章使ってこないかな。ダイアンゲーザーもしかしたらうまくはまればいいんだけど、ここでどうなんだろう。新潮レイティスがね、なんかね、恐ろしいことやってこなければね、もう一発来るんだよね。ここでも食らうのか。バイメリット。だ、とりあえずこれで、行くよね、アイアンゲーザーね。あー、ばらけたか。はい、お見事。根に持つタイプ。で、固めて、で、この次だよね。また、メンバーが生き返っているので、ここで勝負が決まらないと終わる。終わるということで、またね、ゼロ章とかなんかいろいろ使ってきそうだけど、まだゼロ章を使えるレティスが残っているので、ならば、身代わり。身代わり。マサデド食らったよね。ちょっとわかんない。ステルスアタックですよ。で、ここが、まあ、ここもじゃあジバルンバ行こうか。ネクラマシ。ネクラマシは呪文には、呪文効くかな、とりあえずは。相棒操頭脳。実質ちょっとまずいかなって状態ですけどね。まあ、完全にちょっと押されてるので、挽回するには、お、ジバルンバ総裁。で、もう一発相手打ってくるんだよ、絶対。来ないか。お、地盤回った。地面系。まあやっぱり火力今一つだな。まあ一体でも落ちてくれればいいんだけどね。ゲルバトロスは全然減ってなかったような感じがするので。お、地盤ルンバいいね。なんですけどね、この表メンバーが落ちてしまって、ね、次ね、意味ないんでね、次のターンとりあえずはね。お、ザオリク。まあ583はね、落とせるんでね、この後、もうマヒアデドス全部、死神貴族に行きますね。で、荷物タイプで固まるでしょ。で、こっちはザオリックついてるので、ザオリックとジバルンバがね、あっちで発動するのでね。ってことは何をすればいいか。わかった。オッケー。決まった。はい、いいね。ここでのステルスアタックは大きいぞ。ドン！オッケー。はい、荷物タイプ。だから光の波紋と、このゲルバトロスを落として、とりあえずね、このジャミラスはそのままでいいんだよ。あっちはもう入れ替えられないから、作戦可能なんでね。あ、でも倒しちゃうかな。あ、どうだろう、わかんない。あ、どうもあった。あ、でもいいとこ行くかもね。おお、お、素晴らしいな。さて、ここからだ。中途半端だったんだよね。あー、これ相性悪いな。デビルホーク。まあ、合体するかな。ジバルンバ、ジバルンバ。光の波紋だろ。違う、ここが、ザオリック。いや、ザオラル。ここが光の波紋。これでいこう。さあ、ポイントがね、近いんだけどね。あそこ身代わりが合体してきたか。ザオリク。違うよ。また間違えた。ザオラル。ここは光の波紋ね。まあ、ザオラル使わなくてもいいけど、もしかしたらね、まあ、ザオリクとかね、ザオラル使った後に攻撃するんだよね。それでいくらか、しのいでくれればいいけど、進化の身代わりやってくるかな。ドン。わかった。
分かった。ボディ発覚。まあ、とりあえずいけるな、じゃあこれだったら。ってことはやっぱ物理か。ってことはこのターンで、シャドウノーブル動かせるようになればいけるかもしれない。ここで来るか、それ。どうだ、右。はい、とりあえずね、骨パー使ってみたんですけど、この死神のレクイエムってね、この下から2番目の特性があるんですけど、これ外せないんですよ、死神貴族と、これですね、シャドウノーブル。なので、これ何かっていうと、場にいる、まあ、敵味方関係ないのかな、一番弱ってる、まあ、モンスター、一体をね、無条件でね、戦闘不能にしてしまうっていうね。なので、まあ一番弱いのとね、下から2番目に弱いのがいたとして、このね、2回発動するのかな、これもしかしたら。そしたら2体落ちるってことですよね。なので、いい時に発動するんですよね、なんかね。そして、まあこれがあるということで、あれですね。まあ落ちてしまうんですけど、まあやはりアンデッド系だからといって、まあ冥界の霧、冥界の霧どうなんだろう、まあ、冥界の霧使ってね、結構しのぎはしましたけど、この一番下ね、根に持つタイプついてるので、もしかしたらね、一番落ちやすいところどこだろう、まあ、一番落ちやすいのかな、シャドウノーブルあたりに、もしかしたら最後の楽園をつけて、このいきなり天章もどうしようかな、あ、でもどうだろう、これ使えるもんな。だったらデススタッフか、デススタッフに、そうだね、デススタッフに最後の楽園と、最後の楽園と始まりの守護者か、あれつければいいのかな。そしたら AI 行動回数別に3回いらなかったもんね、これね。呪文連打してやろうかなと思って、全員ね、行動回数多くしてんですよね。なのでそんなにね、まあステータスは高くないんですけど、1個だけ高ければいいかなと思って、1個だけね、結構驚異的に高いんですよね。1700とかあったりするので、まあ、このね、行動回数でもこんだけ高いんでね、3回行動で1700あるので、これ1回とかにしたら2000軽く超えるんでね。なのでね、まあ、こちらのプチと3のね、守備力みたいな状態になるってことですよね。これ1回行動なので、これね、またね、行動回数増やしたりしたら、また守備力も減っていくんでね。なんで結構優秀なんですよね、プチと3。それとね、特性で光の玉とか聖なる守りとかあるんでね、またこれもいいですし、応援がついてるのでね。ただ超凍てつか波動連続で最後、達人マスター戦、ステミーパーティーいましたね、機械のね。まあ、あれでね、無効にされてしまうので、まあ、それだったらこの応援はないものと思ってね、まあ、戦うしかないかなーってのもありましたけど、結構ボディ硬かったんで、あれメタルボディですね、おそらくね。なのでね、メタルボディでイッタブルが逆に柔らかかったので、柔らかくして、もしかしたら HP バブルとかね、なんかいろいろついてね、HP 高くしてるのかもしれませんね。なのでね、まあ、使いようなんですけど、まあ、イッタブルになってくると呪文が効くのでね、まあ、呪文効くって言っても、あそこまで柔らかければ、まあ、イッタブルに合体したところで倒せたんですけど、やはり脅威ですね、ベルムドはね。なのでね、骨メンバーでやってみましたけど、まあ、特性はね、まあ、全員3回2回、3回2回って行動ですね。これ2、3回行動です。で、ここね、シャドウノーブルが、アタッカーですね。なので、まあ、スキルは攻撃スキルばっか振ってますよね。ステルスアタックとか、豪傑のオーデアとかもついてますね。そして、スタッフ系ね、ワンドとかね、デススタッフとかね、こういうのは、まあ、呪文系なので、まあ、マジックガードもついてますけど、暴走頭脳とかね、根に持つタイプついてます。ここもね、固められた時に複数の投資発動すればいいかなと、AI3 回行動なので、あわよくばった話ですね。あと、HP バブルの人間についてるので、攻撃力と、素早さはね、半減しますけど、HP が高くなってます。だから1144以上ありましたよね、対戦の時。まあ、そういう感じですね。なので、まあ、それならば、ここ始まりの守護者の、まあ、最後の楽園の方がいいんじゃないかなってちょっと思ったんですよね。だから要はこれこういう感じにしてね。だったら見栄え悪いんでこういう感じにするかもしれないですけど、ね。まあこれは並べ方はね、まあ、最後の楽園は一番下に置いといた方がいいですね。一番先に、まあ、全員落ちたとしたらね、一番下のモンスターがね、一番最後にね、特性発動するのでね、その時に、まあ、最後の楽園ですよね。なのでね、骨パーまた使う時はね、これね、というのがなんでこれ使ったかというと、新モンスターなんですよ。うん、この4体ね、まあ、昔のジョーカー3にはいなかったモンスターですね。なのでね、復活したんですけどね、まあ、できれば自分も本当にナイトキングを使いたかったっていう話です。
でね、このね、エビルワンドは、右に見たらわかりますけど、悪魔鳥ジルギスが、地面系なんですよ。なので、これ本当は地面の、なんでこれ持ってたかと言いますと、これ配合してるときね、この暴走頭脳とかいろいろついてますけど、アンチ見返しアップとかね。これでね、コスト満タンなんですよね。この時に、地面系のね、コツとかあったんですよ。なので、ジバルンバとか、これですよね。悪魔鳥ジルギス、ジバマータとかジバルンバとか、そういうね、まあ、攻撃を繰り出そうかなと思ったんですけど、なんかね、合体してるうちにね、消えちゃったんですよね。アンチ見返しアップにする羽目になったので、AI 行動回数をね、一番最後につけたので、しまったって思ってね。ならば、でも、コツがなくても、ジバルンバは結構通るなと思いまして、ジバルンバからの、まあ、呪文連打と、まあわよくば連携してね、デススタッフのね、まあ、連携でもいいですけどね。なのでね、まあ、そんな感じで考えたんですけどね。なんで、まあ、合体してもよかったんですけど、合体するとね、落ちた時にね、すごい痛手があるので、かといってこのパーティー強いのかって言ったら、もう簡単に落ちるとき落ちるなと思ったので、ライドしてると後ろのスタンバイに影響するぞということで、あんまライドしなかったって感じですね。まあ、ライドしなかった理由はそうですね。なんか最後のディアノゲスとかはもうね、とどめなんで合体したりね。まあ、ああいう時に、まあ、自分は合体したりするので、まあ、それも使いようですけどね。なのでね、また面白いですね。このアルダララとかね、フチト3とかいろんな真珠系とか入れたりね、またここも変えたりしてね、ここをグラブゾーンジャックにしてね、またこの上2つを変えてみたりとか、いろいろ考えてますのでね。まあ、どこが一番強かったのかとかね、やっぱ動画見返すと、あ、ここ強かったなっていうのあるのでね。まあ、そんな感じでね、やっていこうかなと思います。なのでね、まあ、とりあえず何、今、一旦ね、リクエスト終了いたします。なので、ね、いっぱいあるので、まあ、飽きはしないと思いますね。まあ、何使ってくれとかね、あるので、まあ、それをね、見ながら一個ずつ減らしていけば、最終的にね、何がやってなかったのかって分かってくるので、まあ、その間にね、まあ、これやってなかったですよって言ったら、また頭混乱しちゃうんでね、自分ね。なのでね、分かる範囲で、自分の中のちょっと容量がね、限界になってしまったので、頭の容量がね、もう覚えてられるのも、覚えてられなくなっちゃうので、とりあえずね、いくらか消化していって、まあ、やっとね、この動画出した時の一番最初にリクエストあった、この骨メンバーもね、消化できたことですし、ちょっとね、これも気楽になったんでね、ナイトキングさんずっと待たせてたんで、これでね、ようやく消化できたので、またね、魔王系とかね、前回言ってたドラクエ3メンバーとかね、あんなのもリクエストにあったモンスターなので、まあ、全部ね、やっていきたいと思います。なのでね、最近の動画にね、リクエストされた方は本当にちょっと遅れてしまうかもしれませんけど、もしかしたらね、過去に同じリクエストあった可能性があるので、それだったらラッキーですよね。一緒に配信できるってことなので。なのでね、いろいろね、見ながらちょっとやっていこうと思ってるので、まあね、自分の番がね、なかなか来ないからといってね、絶対来ないってわけじゃないのでね。そうなってきたら、またね、なくなってきた時に、またね、リクエストいただければ、過去にね、何回もリクエストされてる方より、初めてリクエストされた方、この次やるとしたらね、まあやっぱそっち優先していったりもしますんでね。じゃないとね、同じ方ばっかりになっちゃうので、やっぱそういうことも考えてますのでね。なのでね、やっぱ5人来たら一気に5人は配信できないんで、そこら辺分かっていただけると嬉しいかと思います。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。